金印は金で作られた印象のこと。東アジアの作法体制のもとでは皇帝が諸国の王を進化と認める証として、その定められた地位に応じたマイン、金印、銀印、動印などが与えられた。天に与えられた天王の印、三岳帝の子である皇領王,王王、竜茨に与えられた広史領王子が中国で出土しており、義詞は人伝には卑弥呼に、 親際王の金印を与えたことが記されている。日本では、福岡県福岡市東区の東島で発見された、官位八国王院が、最も著名であり、国宝に指定され、福岡市博物館に収蔵されている。また、金印が発見されたとされる場所には、現在金印公園がある。民国と室町幕府の貿易にあたっては、民の英楽御門から足利義満に、 日本国王の印の金印が与えられた。これは後に戦乱で失われたため、幕府に代わって、官合貿易の主導権を握った大内氏によって、偽造された、金印が扱われた。金印は、大内氏の滅亡後に、毛利元成が入手し、当初からの金印のものと考えられる印箱、印箱の上前、鍵とともに重要文化財に指定され、現在は、 毛利博物館に所蔵されている。ヨーロッパにおいては皇帝の出す文書に禁印が付された。ありがとうございます。